ロシア軍が核魚雷ポセイドンを北極海で試射実験を行う可能性との情報をキャッチしました。今回はこの核魚雷ポセイドンを詳しく見ていきますね。500メートルの津波を発生する魚雷で、こんな魚雷をどこで使うのか。欧米が警戒を示しています。テロだ。2022年2月24日に、ロシア軍が開始したウクライナへの侵攻から、8ヶ月目を迎えた10月上旬、東部及び南部のほぼ全ての戦線において、戦闘の様相は覆り、ウクライナ軍がロシア軍の占領地域を取り戻す状況が多数見受けられている。しかし、一部バフムト方面においては、これまでロシア軍の侵攻を阻み続けていたウクライナ軍の防衛線が突破され、バフムト市街が包囲にさらしられる危険性も伝えられるなど、いまだロシア軍の攻勢も終わってはいない。ただ、全体的には、広範な地域で、ウクライナ軍が優位に戦闘を進め、戦いの主導権を握りつつあることは間違いなく、こうした事態に対処するために、ロシア側が国内での部分的な兵員の動員を進めるなど、依然として予断は許されない。そのため、おおむね、今は、ロシア・ウクライナ戦争の、こうした前線ではなく、ロシアの首都モスクワのクレムリンから、出される政治的な動きが、世界の耳目を集めているが、司令官の更迭を含め、軍上層部に、責任を押し付けるような感じが否めない。また、そうしたロシア内部の動きとも並行して、前線で苦戦の続くロシアが、いよいよの場合には、核兵器の使用も辞さないのではないかとの憶測も、後を絶たず、小型で、低出力の戦術核兵器をロシアが投入する、可能性も危惧されている。ロシアのプーチン大統領自身が、たびたび、ロシア軍が、戦術核兵器を実際に用いる可能性について、言及をするため、こうしたロシアの出方は、核兵器の使用を匂わせる恫喝であるのか、実際に使用するつもりなのかは判断しづらい。普通に考えれば、ロシアが戦術核兵器をウクライナで使用した場合、自国にも重大な影響が及ぶと NATO 加盟国やアメリカが判断することになれば、それらの軍が戦闘に加わる恐れが増し、ロシアとしては利のない行いとなるであろう。そのため、ロシア軍が実際に今のウクライナで戦術核の使用を決断する可能性は低く、従来と同様に恫喝の息を出ないとする見方が大を占めていると思われるが、そもそも合理的に考えれば、ロシアはウクライナへの軍事侵攻はしないとはずだと開戦前には思われていた。しかし、実際には、ウクライナを短期間で制圧可能だと、ロシア側は判断して、今に至るロシア・ウクライナ戦争に突入したわけであり、プーチン大統領をはじめとする、ロシアの支配層の思考は、我々西側諸国の物差しでは測れないことも事実だろう。その意味では、ロシアにとって、ロシア・ウクライナ戦争において、戦、すべ核を使用するか否かは、甚だ恣意的な、それらの層の判断に委ねられる事項の一つであり、軍事上必要だとの理由付けが可能なら躊躇しないのかもしれない。ロシア側が、戦術核兵器の使用を匂わせて、ウクライナや西側諸国に圧力をかけていることは当然としても、相対するウクライナ側もそうし、恫喝に対してひるむことなく、自軍には防護服や医薬品等の備えがあると表明している。
こうしたウクライナの上層部の発言を見れば、実際に世界で唯一の核兵器による攻撃を受けた経験を持つ日本では、少なからず眉をしかめる受け止め方をする人々がいるが、ウクライナの国防意識の高さと混同すべきではないだろう。このような情勢下でもあり、日本のマスメディアでも、ロシア軍の戦術核の使用の可能性についてお討議する内容が数多く見られるが、ロシア政治の専門家であっても、軍事の専門家ではない方々の見解も多いように映る。そうした中で、その代表例とでも言うべき、ロシアの核兵器として語られることが多いのが、潜水艦に搭載する兵器である、核魚雷、ポセイドンであり、使用すれば、高さ500メートルにも達する大津波を生じると、紹介されることが多いものだ。ロシアの核魚雷、ポセイドンは、2015年前後に、アメリカの国防省が、その存在を指摘し、ロシアのプーチン大統領自らが、2018年には、開発していることを明かした兵器ではあるものの、未だ試射実験も行われておらず、開発途上の段階だと考えられている。この、核、魚雷、ポセイドンは、推定のサイズが、全長約20メール、直径が約2メートルとめされており、例えば、海上自衛隊の主力である、そう、流型等の潜水艦が搭載する89式超魚雷は、全長約 6.25 メートル、直径が約533ミリメートルに過ぎない。大きさもさることながら、核、魚雷、ポセイドンは、推進力に原子力を採用しており、これによって、海中を最大60ノット、最大深度1000メートル、航続距離は1万キロメートルにも達すると、ロシア側は主張を行っている。ただし、核魚雷、ポセイドンが搭載する核弾頭の大きさは、最大で100メガトン級とする西側諸国での指摘がある一方で、ロシアのタス通信は2メガトン級と報じており、その数値にかなりの乖離があることは、誰の目にも明白である。この2メガトンという核弾頭の大きさは、広島に投下された原子爆弾がおよそ15キロトンだったものと比較した場合、そのおよそ130倍にも相当すると見積もられているが、東日本大震災時のエネルギーは、およその実に31万倍とも言われている。そのため、核魚雷、ポセイドンの2メガトンという核弾頭では、前述したように、500メートルにも達する津波の発生を引き起こすという、仮定はほとんどナンセンスであり、兵器としての脅威をことさらに強調するための誇張だと考えられる。こうした、核、魚雷、ポセイドンの威力が誇張されて流布された背景には、アメリカの沿岸部の港湾施設等に対して、ロシアの新兵器が深刻。被害を及ぼす可能性があると、印象をつけるための意図的な過大評価も一因なのだろう。ただし、500メートルもの津波の発生は眉唾だとしても、核、魚雷、ポセイドンが通常兵器よりもはるかに大きな破壊力を秘めていることは否定はできず、実際に運用可能となれば、新たな核兵器の一種として警戒すべき対象にはなり得る。核魚雷、ポセイドンを搭載する母体は、ロシア海軍のオスカー2型原子力潜水艦12番艦のベルゴドであり、1992年に寄港した後、複数回の建造中断を挟みつつ、2019年にようやく進水、ついに、寄港から30年を経た今年2022年7月に、就役を果たした。オスカー2型原子力潜水艦のベルゴドは、水上排水量14700トン、水中排水量19400トン、全長 184.0 メートル、全大幅 18.2 メートルの大きさの艦体を持ち、全長では
2022年現在世界最大の大きさを誇る潜水艦となっている。このベルゴドが2022年10月2日に北極圏の基地を出港したとナトー側は見ており、行き先は北極海のノバヤゼムリャ島の沖合ではないかと推定され、そこで最大6発を搭載可能な核、魚雷、ポセイドンの試射実験を行う可能性が指摘されている。こうした状況から、仮に実際にベルゴドが核、魚雷、ポセイドンの試射実験を行うとして、さらにそれが成功する結果となったとしても、実際に兵器としての運用を始めるまでには、まだ数年は準備期間が必要になると見て間違いないだろう。そのため、今のロシア・ウクライナ戦争において、直近でこれらベルゴドからの核魚雷、ポセイドンによる攻撃を警戒する必要は薄いと思われるが、成功すれば西側諸国に対するロシアの恫喝手段がまた一つ増えることを意味する。今のロシア・ウクライナ戦争の事実上のきっかけとなったのは、2014年にロシアが行ったクリミア半島の自国への強制編入であるが、この翌年の2015年に、すでにプーチン大統領は国営放送において核兵器の使用に向けた準備を行う可能性を示していた。